いいか、お前はただの荷物持ちなんだよ。でかい口を叩くな。俺は課長なんだよ。お前よりも立場が上なんだ。そこのところちゃんと分かっているんだろうな。ものすごい剣幕で怒鳴ってくる課長。それを聞き、俺は目を丸くすることしかできなかった。この日、俺は久しぶりに本社勤務に復帰していた。しかし、それを知らず中途入社の社員だと勘違いした課長が、これから朝一で商談があるんだが遅れてしまいそうだ、急がなきゃならない、この荷物を持って俺の後についてこい、と重い荷物を押し付けてきたのだ。自分のことについて説明しようとしても、お前はとにかく黙って座って横でうなずいていればいいんだよ、荷物持ちが口を挟むんじゃないぞ、と言われてしまい、口を開く隙を与えてもらえない。俺はその言葉に従うしかなかった。取引先のオフィスに到着し、商談が開始される。だが課長は相手からの質問にうまく答えられなかったり、ぎこちなくなってしまったりしてしまったことで、向こうから断られてしまった。オフィスを出て行こうとしたところで、玄関に一台の高級車が止まる。見るとその中から一人の男性が降りてきた。彼は俺と目を合わせるとパッと顔をほころばせる。そして嬉しそうにこう言った。いや、久しぶりだな。課長はそれを聞き、一体どんな関係なのかと目を丸くする。この後、彼はずっと荷物持ちだと勘違いしていた俺の正体を知ることになったのだった。俺の名前は北村湊。この日、俺は7年ぶりに本社勤務に復帰した。新卒で入ってきてから数年間は本社で仕事をしていたのだが、その後支社を転々とする生活を送り、ようやく戻ってくることができたというわけだ。なんだか感慨深くなり、ビルの外観をぼんやりと眺める。見た目は前と何ら変わっていない。強いて言えば白かった壁が若干クリーム色っぽくなってきたことくらいだろうか。そんなことを考えながら立ち尽くしていると、背中に視線が突き刺さる。俺が支社に行っていた頃に入ってきたであろう若い社員たちが、機嫌そうな目をこちらに向けながら通り過ぎていった。辺りを見渡してみても、知っている顔が全くない。7年も経てばいろいろ変わることもあるか。俺はまっすぐ前に向き直り、エントランスの方へ歩みを進めた。営業部のフロアに顔を出すと、パソコンとにらめっこをしていた社員たちの目が一斉にこちらを向いた。やはり知らない人の顔ばかりで、見知らぬ世界に迷い込んでしまったかのような感覚に陥りそうだ。玉手箱を開けた後の浦島太郎もこんな気持ちだったのだろうか。じっと見つめられたかと思えば、すぐに視線をそらされる。どうやらバタバタしていて、俺に構っている暇はないようだ。資料を手にどこかへ歩いて行ったり、誰かに電話をかけたり、鬼のような形相をしながらキーボードを打ち込んだりと、せわしない。その様子に俺は少しだけほっとする。知った顔がなくても、雰囲気は自分がいた頃と変わらなかったからだ。きっと数日経てば馴染むことができるだろうと考えながら、自分のデスクへ移動しようとしたその時、バタバタと大きな足音が近づいてきたかと思えば、一人の男性が慌てながら営業部に入ってきた。時計を見てみると、就業開始まであと5分、遅刻しそうになって走ってきたといったところだろうか。額にうっすらと汗をかいたその男性はぐるりと営業部内を見渡す。そして俺に目を止めると、おい、お前、と手招きしてきた。ちらりと周囲に目を向けてみても、男性の声に反応している人は誰もいない。それに何も作業をしておらず、手が空いているのも俺だけだ。一応確認のために自分の顔に指を指してみせると、そうだよ、と呆れたような声が飛んでくる。今日から来る予定のやつだな、ちょっと手伝え。その男性の元まで近づくと、ぐいっと紙袋を押し付けられた。軽いものかと思っていたらかなり重く、危うく取り落としそうになってしまう。中を覗き込むと、資料の束が入っていた。これから朝一で商談があるんだが遅れてしまいそうだ、
急がなきゃならない。この荷物を持って俺の後についてこい。え、いや、あの、まともに自己紹介もできないままその男性にせっつかれてしまい、俺は久々の営業部をまたすぐに出ることとなってしまった。男性は大股かつ早歩きで足音を立てながら廊下を突き進んでいく。重いものを持ちながらその速度についていくのはなかなか大変で、背中にうっすらと汗がにじむのが分かった。男性はエントランスから会社の外に出て呼び止めたタクシーに乗り込む。俺は営業部課長の安田だ。今から行く商談ではお前は何もせずに隣でおとなしくしていたらいいから。彼の隣に座るとそう早口で説明された。よく見るとその安田という男性が首から下げているネームプレートには安田邦弘とフルネームが書かれている。聞き慣れない名前だ。俺が支社に行っている間にやってきた社員の一人だろう。あの、自分は。彼の後に続いて俺も名乗ろうとしたのだが、横から手で制されてしまった。うるさいな、静かにしていろ。何もしなくていいって言っただろ。そう言うなり安田はパソコンを開きメールチェックをし始めた。苛立ちからなのかキーボードを打つ手に力が入っており、カタカタという音が車内に響く。また自分のことを説明する機会を逃してしまった。俺は困惑しながらも黙って安田の指示に従うことしかできないのだった。あいつマジで使えねえな。パソコンをにらみながら安田がブツブツとつぶやく。どう返事するべきか、そもそもこれは俺に向けて言っているわけではなく、ただの独り言なのか。困った俺はとりあえず黙って言葉の続きを待つことにした。今朝部下から急に病欠の連絡をもらって、代わりにこうして自分がクライアントのところに行くことになったんだよ。まったく、体調ぐらいしっかり管理しろよな。話しているうちに彼の目はどんどん鋭く細められていき、苛立っているのが伝わってきた。そうなんですねと返すのも違うしな。そう思った俺は、あの、私は一体何をすればいいでしょうかと尋ねることにした。ここでようやく彼の視線がパソコンの画面から離れる。目が合ったかと思えばすぐにそらされてしまった。お前はとにかく黙って座って横でうなずいていればいいんだよ。荷物持ちが口を挟むんじゃないぞ。そう見下すように言われ、胸の中にもやもやとしたものが溜まっていく。先ほどからまともに話も聞いてもらえないわ、見下されるわで、出社してからそう時間も経っていないのにすでに疲れ切っていた。車内には雨の日のような暗くじっとりとした空気が流れる。あいつ病欠とか言ってどうせ仮病だろ。まったく、面倒だったから俺に押し付けたに違いないな。あんな奴は営業部から追い出してやる。不穏なつぶやきが延々と隣から聞こえ、俺は内心ヒヤヒヤとしていた。そのイライラをこちらにぶつけられたらたまったものではない。なんだかとんでもない奴に捕まってしまったな。ため息をつくわけにもいかず、俺はバレないように小さく開けた口から細く息を吐き出した。20分ほど経ち、タクシーがとあるビルの前で停車した。安田が俺の前を歩き受付を済ませる。その背中を見ながら俺は何事もなく帰れますようにと心の中で祈っていた。応接室へ通されると、そこへ担当者がやってきた。安田が立ち上がり握手を交わして挨拶をする。彼は一体どんなビジネストークを見せてくれるのか。黙っておけと言われた俺は素直に口をつぐみ、担当者とのやりとりに耳を傾けた。ここの企業は中国に本社があるようで、担当者も中国人だったが日本語がとても堪能だ。スラスラとよどみなく話が進んでいく。しかし日本のビジネスマンと違うところがあり、忖度なしに鋭く意見や質問が飛んでくるのである。これはどういう意味ですか？こうすることによってどんな利益が？質問が続くたび安田の顔色が悪くなっていく。視線が泳ぎ首に汗もにじみ始めた。いや、そのこちらはですね。彼はしどろもどろになりながらも懸命に説明するが、担当者に鋭く突っ込まれると言葉に詰まってしまった。
本来の担当であった部下が用意していた資料を把握しきれていないのか、相手が納得するような説明ができない。次第に相手の表情も険しくなっていった。安田が、という言葉を連発すると、眉間に深くシワが刻まれる。そしてとうとう、すみませんが、今回の商談はなかったことにさせてください。と言ってきたのだ。それを聞き、安田は目をカッと見開く。ちょっとお待ちください。そんな。よろよろと立ち上がって担当者に懇願するが、向こうは聞く耳を持たなかった。お願いします。もう一度話を。と訴えかけても、かたくなに首を縦には振らない。もう何を言っても無駄なのだ。そう悟った安田の顔は絶望に満ちていく。そしてそれは俺も同じだった。本来の担当者が病欠しただけで、こんなにも簡単に商談が流れていくのか。俺が支社に行く前はこんなことはなかったように思う。誰かが急遽休んでしまったとしても、他の社員が商談に使う資料をきっちり把握していたため、問題なく進めることができていたというのに。朝に営業部を見て、雰囲気は変わっていないと感じたが、そうではなかったのかもしれない。むしろ悪い方へ変わっていたとは。安田は諦めたのか、荷物をまとめると俺に押し付けてきた。そして担当者の案内も待たずに応接室を飛び出したのである。その背中はまるで叱られていじける子供のようだった。いい年した大人がまともに挨拶もできないだなんて。彼の態度に怒りを覚えたが、それを表情には出さず、俺は担当者に頭を下げて後を追ったのだった。安田課長、待ってください。その態度はあんまりです。お客様に失礼ですよ。戻った方がいいのではないですか。そう声をかけても安田は立ち止まらない。それどころか、どんどん歩くスピードが速くなっていき、もはや小走りのようになっていた。バタバタと足音も大きくなり、廊下にいたそこの会社の社員たちが怪訝そうに振り返っている。玄関口まで差し掛かったところでようやく追いつき、彼の肩を掴んで足を止めさせる。しかしその手を乱暴に振り払われてしまった。どうせ初めから無理だったんだ。彼は顔をこちらに向けず、うなだれたまま言葉を紡ぐ。血を這うような声だ。あいつの担当の部下の準備がいい加減だったせいなんだ。そのせいで俺が恥をかいた。ふざけやがって。あいつがもっとちゃんとしていれば。安田は病欠した部下に対しての不満をぶちまけ始めた。ここが自分の会社ではなく、商談相手の会社の前であることを忘れてしまったのだろうか。人に聞かれる可能性もあるのに、構わずそんなことが言えてしまうだなんて。俺はたしなめるために声を抑えて淡々と語る。そうだとしても、あの態度はないでしょう。二度と商談の席を設けてもらえなくなりますよ。しかし安田は落ち着くどころか、さらにヒートアップして声を荒げた。先ほどまでうつむいていたが、今度は顔を上げ、俺のことを鋭く睨みつけてくる。その目はさながら親の敵でも見るようなものだった。うるさい。中途入社のお前に何がわかるって言うんだ。上から目線で物を言ってきやがって。彼は顔だけでなく体もこちらに向けると、ずいっと節くれだった指を俺の顔に突きつけてきた。いいか、お前はただの荷物持ちなんだよ。でかい口を叩くな。俺は課長なんだよ。お前よりも立場が上なんだ。そこのところちゃんと分かっているんだろうな。ものすごい剣幕で怒鳴られ、俺は目を丸くすることしかできない。大体お前は、と安田が何か言いかけたその時だった。玄関に一台の高級車が止まる。振り返ると、その中から一人の男性が降りてきた。彼は俺と目を合わせると、パッと顔をほころばせる。そして嬉しそうに俺の名前を呼んだ。北村、日本に帰ってきていたんだな。俺は安田そっちのけでその男性のもとに駆け寄り、チャン社長と声をかける。自分の口から飛び出してきた声は、先ほど安田をいさめた時のものより数百倍は明るかった。彼の名前はチャン・ハオユー。この日俺たちが商談に来ていた会社の社長だ。
いやあ、久しぶりだな。最後に会ったのは何年前だったか。向こうで随分有名人になったそうじゃないか。チャン社長が笑いながらポンポンと肩を叩いてくるので、俺はなんだか照れくさくなってポリポリと頬をかく。そんな有名だなんて、チャン社長に鍛えられたおかげですよ。そう返すと彼は豪快な笑い声を上げた。その快活さは前と全く変わっていない。少しだけ過去を懐かしむような話をした後、チャン社長が何かを思い出したように目を見開き、そういえばと前置きする。うちの会社に何をしに来たんだ、営業か。そう尋ねられ、俺は引きつった笑みを浮かべた。そしてちらりと安田の方に視線を向ける。彼はわけがわからないといった表情でチャン社長の方をぼんやりと見ていた。それがまあそうなんですが、どう答えたらいいだろうか。うまく受け答えができず担当者から断られたなどと言おうものなら、安田の逆鱗に触れることは間違いないだろう。チャン社長は首をかしげながら俺をじっと見つめてきて答えを待っている。何か言うまで逃がしてくれなさそうだ。そんなことを考えていると、そこへつい先ほど商談を断ってきた担当者がやってきて、チャン社長に中国語で説明し始めた。その担当者に視線を向けられ、俺も中国語で話に混ざる。安田はチャン社長が現れてから何も言葉を発していない。一人ポカーンと口を大きく開け、俺たちが話し終えるのを待っていたのだった。そして俺たちは担当者に案内され、再び応接室に通された。先ほど出て行った人たちがまた戻ってきたというふうに思われただろうか。廊下を歩いているとき、社員たちがやけにじろじろと視線を向けてきていた気がする。いや、それはチャン社長も一緒にいたからかもしれない。その道すがら、俺は担当者たちと中国語で話していた内容を安田に説明した。担当者さんがチャン社長と一緒にもう一度お話を聞いてくださるそうです。今度は俺が説明させてもらいます。そう言うと安田が眉間にシワを寄せ、いぶかしげな視線を送ってくる。お前が説明するって、ただの中途入社に何ができるって言うんだよ。彼の顔は青くなっていた。また商談を断られたらどうしようという思いがあるのだろうか。課長である俺ですらうまくいかなかったんだぞ。それなのに。私は中途入社の社員じゃありません。安田がまくし立ててきたのを淡々とした口調で遮る。営業部部長として今日から赴任してきた北村湊です。本社の営業部に顔を出し、安田に話しかけられてからもう2時間は経った。その間一度もできなかった自己紹介をやっとすることができ、俺の胸の中にあったモヤモヤが一つ晴れたような気がした。部長、本当に。言葉を失い、わなわなと唇を震わせる安田。顔からさらに血の気が引いていき、青を通り越してもはや白くなっていた。あなたは黙って私の隣でうなずいていればいいですから。そう言うと、行きのタクシーで自分が放った言葉と同じだと気がついたのだろう。息を呑む音がした後、彼は静かにうなずいた。応接室に戻ると、俺はチャン社長と担当者に中国語で説明をする。二人とも興味深そうにうなずいたり腕を組んだりしながら聞いていてくれた。俺が言っていた支社というのは国内ではなく海外にあるところだ。そして7年のうち最後の3年間を過ごしていたのが中国支社である。そこは会社が一番力を入れている支社だった。そこで俺は得意の語学で商談を次々と成功させていった。その噂が中国の経済界とつながりのあるチャン社長の耳にも入っていたようだ。有名人になったという言葉を思い出して笑みを浮かべてしまいそうになったが、今が商談中であることを思い出し、キュッと表情を引き締める。安田から受け取った資料を見ただけで商談の内容を把握した俺は、チャン社長の会社の状況も知っていたため、相手が何を求めているかを導き出し、相手に納得してもらえるよう考えながら言葉を選んでいった。最初は鋭い眼光をしていた担当者も、打って変わってニコニコと笑顔になっている。時折質問を入れてきたが、それにも適切な回答をすると、感心したように深くうなずいてくれた。
最後には提案を受け入れて商談を進めてくれる気になってくれたようで、相手の方から握手を求めてきた。かたくなな態度を崩さなかった先ほどまでとは大違いだ。別人のように表情が柔らかくなっている。無事に話がまとまり、俺は小さく息を吐いた。チャン社長が俺に向かって楽しそうに笑いながら、まったく君は7年前と変わらないな、いやそれどころかもっと強力になったじゃないか、とベタ褒めしてくれて、またも照れくさくなった俺は頬をかく。彼はいたずらっ子のようにニカッと歯を見せ、また一緒に大きな仕事をしようじゃないか、7年ぶりにぶち上げるか、と軽口を叩く。ぶち上げるか、旗から見たらパーティーの話でもしているのではないかと思われるだろう。だがこれは仕事の話なのだ。そのギャップがなんだか面白く、俺も満面の笑みを浮かべながら、そうですね、またぶち上げましょうか、と答えたのだった。チャン社長と担当者に見送られながら、俺と安田は帰りのタクシーに乗り込む。行きは安田が先に乗っていたが、今では逆になっていた。彼は俺が社長たちに説明をしている間、一言も話さず背筋を伸ばして座ったままだった。まさかこんなことになるとは思っていなかったのだろう。黙ってうなずいていればいいという言葉が自分に返ってくるだなんて。あの北村部長。タクシーが発車し、チャン社長たちの姿が見えなくなると、安田がおずおずと訪ねてくる。行きのタクシーで俺もこんな風に彼に話しかけていたな。たった数時間前のことなのに、この日の出来事があまりにも濃く、ずいぶん前のことのように感じた。チャン社長とはお知り合いなんですか？その言葉に俺は頭の中から7年前の記憶を引っ張り出す。そして口を開き、当時のことを話し始めた。その頃、チャン社長は中国から日本にやってきたばかりで、日本式の仕事のやり方に慣れず行き詰まっていた。そんな時にアポを取り、彼に商談を持ちかけたのが俺だったのだ。まだ何も役職などはなく、一営業マンでしかなかったためダメ元だった。それがまさか受け入れてもらえるとは。あの時、人のいない場所でこっそりガッツポーズを取っていたことが記憶に残っている。俺が積極的に営業をかけたのは、彼が手掛けていた中国と日本をつなぐ仕事に将来性を見出していたからだ。どうか一緒にお仕事をさせていただきたく思います、片言の中国語でそう何度も伝えた。当時俺は外国語を積極的に学んでいた。英語はもちろん、中国へのビジネスチャンスを見越して中国語も勉強していたのである。それが功を奏したというわけだ。チャン社長の片言の日本語と俺の片言の中国語、そしてお互い得意な英語を駆使して商談を詰めていった結果、お互いの会社にとってその年一番の売り上げを出すことができた。チャン社長の会社はそれをきっかけに急成長し、知らない者はいないのではないかというくらい業界で名が知られていったのである。会社の業績にいい影響を与えた俺は、その功績を評価され、海外支社へと栄転することになった。そこで俺はいろいろなことを学んでいった。多くの人と接していくうち、相手が本当に必要としている情報は何か、どういったことを聞きたがっているのか、といったことを見極められるようになったのだ。これは海外の企業だけではなく、国内の企業相手でも必要になってくるものである。様々な経験を生かすため、俺は7年ぶりに部長として本社に召喚された。日本式の仕事の仕方にメスを入れるためとも言う。支社に移る前まではチャン社長の仕事の進め方の方がイレギュラーだったが、今では俺たちの会社の方が古臭い慣習に足を引っ張られている状況だった。それを変えなくてはならない。時代が移り変わっていくのに合わせアップデートしていかなければ。この日の安田の様子を見て、より強くそれを実感した。俺が話し終えると、彼は瞬きも忘れて俺のことをじっと見つめてきていた。何か新しい発見でもしたかのように目を丸くしている。自分のやり方が古いということに今の今まで気がつかなかったのだろう。口元は小さく開いたり、また閉じたりを繰り返している。待ってみてもそこから声は漏れてこなかったが、自分は間違ってなどいないと言いたげな雰囲気を醸し出していた。
俺は背筋を伸ばして安田に向き直るとこう重々しく告げる。安田課長、あなたの仕事の仕方は問題があるようなので、これからは私の指示に従ってもらいます。車内にピリッとした空気が流れた。心なしか運転手も聞いちゃいけないことを聞いてしまったのではとそわそわし始め、バックミラー越しにこちらの様子を伺ってくる。安田も落ち着かなさそうに視線をシートベルトやフロントガラス、運転手の方などいろいろなところにさまよわせた。そして青くなりながら消え入りそうなほど小さな声で、はいと答えたのだった。その後会社に戻り、改めて営業部の面々に自己紹介を行う。海外支社から戻ってきました部長の北村港です。どうぞよろしくお願いします。そう言って頭を下げると、まばらにパチパチと拍手が起こった。顔を上げて周りを見渡してみると、皆さまざまな表情で俺のことを見ている。真顔の人、優しく微笑んでいる人、ややぎこちない表情をしている人、そして顔面蒼白なままの安田と俺とを交互に見て苦笑いする人。表情は違えど、皆の目からはまさか朝に安田から荷物持ち扱いされていたこの人が部長だったとはという考えが透けて見えるようだった。俺はまず営業部の古臭い慣習を徹底して撤廃していくことにした。先日のチャン社長の会社での安田の振る舞いを見て、一刻も早く変えていかなければと強く感じたのだ。個人プレーの多い営業の仕事だが、営業部所属の社員全員に共有し、これはみんなで動いている案件だという認識を持たせるようにした。そうすれば、例えば病欠などで担当者が休んだりしても支障が出なくなる。他の社員もその件について把握しているので、商談で戸惑ったりして先方とのやり取りに齟齬がなくなるはずだ。一つ一つの仕事を担当するのではなく、複数人で複数の仕事を担当するという意識である。チームで仕事をすることで様々な視点からの意見が出るようになり、問題点も見つけやすくなる。そして誰かに仕事が偏ることもなくなっていった。また安田のようなただ部下をこき使うようなトップダウンのスタイルも変えていくことにした。たまたま近くにいたから、手が空いていたからという理由で雑に押し付けるのではなく、誰が向いているのかという点で考えなくてはならない。すべての仕事を明確化し、部下の能力も考慮した上で割り振ると適材適所で当たることができるようになったのだ。慣れないからか、最初は戸惑うような表情を浮かべていた営業部のメンバーたち。しかし改革を進めていくと、仕事がどんどんスムーズに進むようになっていき、それにつれて皆の顔も生き生きとしだした。このやり方でいいのだと自信を得たのかもしれない。そして急成長を遂げたこの部署は、外資系のようなスピード感を大切にするような企業への商談も格段に成功するようになったのだった。俺が部長として営業部を仕切るようになってから1年という月日が経った。あまりそんな実感がなく、あっという間だったように思う。それほどまでに常に忙しく目まぐるしい日々だったのだ。俺は1年前のことを思い出しながら、様変わりした営業部のフロアを眺める。前までは各自で作業を進めており、何かを共有するために社員同士で話し合うことが少なかった。しかし今では積極的にコミュニケーションを取り合っており、辺りには活気が満ちている。営業成績も右肩上がり、過去最高の売上を上げるなど、しっかり実績にも現れていた。俺はちらりと安田の方に視線を向ける。資料を手に他の社員たちと何事かを話し合っており、その顔には前までのような横柄さの影もない。担当の部下の準備がいい加減だったせいなんだ。そのせいで俺が恥をかいた。そんな風に部下に責任をなすりつけていた彼だが、今ではもうそんなことはしなくなっていた。うまく他の社員を管理して仕事を回している。課長だからと役職を盾に誰かを見下すような真似もしない。心なしか彼の顔つきが前と変わったように見えた。前までは眉間にシワを寄せて険しい顔をしていることが多かったが、今は凛々しいという表現がぴったりの顔になったように思える。この一年の間、チャン社長の会社の時のように担当者が急遽欠席してしまうということが何度かあった。
しかし代打の社員が商談に向かい、相手から踏み込んだ質問をされてももう戸惑うことはなくなっていた。俺もそれに同行していたが、ハキハキと受け答えをする社員を見て、前とは違うのだということを実感することができたのだ。日本に帰ってきて海外で経験してきたことを生かすことができ本当によかったと俺はしみじみ思った。ちなみにチャン社長は相変わらず精力的に働いている。俺たちの会社ともいい商談をすることができていた。話がうまくまとまるたび、彼はニカッと明るく笑いながら、港とまた仕事ができて嬉しいよと言ってくれる。俺もそれに笑顔で答えていた。彼の会社は大口顧客の一つとして今では最重要のお得意様になっているのだ。向こうの業績もここ1年でかなり伸び、今期は過去最高の経営黒字を叩き出したという。中国経済界にも顔の利くチャン社長のおかげで、俺たちの会社の名前も少しずつ中国系企業に広がっていった。そして取引も増え、欧州に次いで大きな取引国になっているのだった。そんなある日、俺は本部長に呼ばれていた。どうだい、営業部の様子は。業績も伸びているし、かなりいい方向に変わったのだろう。そう尋ねられ、俺は迷いなくうなずく。そして部下たちの顔を一人一人思い浮かべた。本部長からこれから問いかけられるであろうことに答えるためである。実はそろそろ俺のように海外で経験を積ませる人材を選ばなくてはならないと本部長から指示を受けていた。営業部には優秀な人材、そして伸びしろがまだまだある人材ばかり。そんな中で俺が誰を選ぶのか、本部長は興味深そうな目をしている。私は安田課長を推薦します。おう、安田君か。俺はきっぱりとそう告げた。俺の部下たちの中でも安田は群を抜いて成長スピードが速かったように思う。あれから俺のやり方を熱心に吸収し、彼は自分の仕事の仕方を振り返っていかにいい加減だったか気がついたようだ。自分のやり方を過信しなくなった彼は、ことあるごとに、部長、ここはどのように対応したらよろしいでしょうかというように質問してくるようになった。もう俺に萎縮して顔を青白くさせたりすることもなくなり、上司と部下としていい関係が築けるようになったのだ。俺が説明をすると熱心に相槌を打ちながらメモを取る。その姿に俺は感心していた。がらりと人が変わったようになり、前までのような傲慢さのかけらもなく、すっかり謙虚になり、慢心せずにいろいろな物事を学ぶ姿勢を見せていた。他の社員たちもそれを見習い、営業部全体に互いに高め合おうという空気が漂っていったのである。それを引き出すきっかけとなった安田。今やうまく部下を指導して仕事を振り、前よりも能力を引き出せる人材になっていた。そんな彼ならば海外に行ってもやっていけるだろう、そう直感的に思った俺は、今の安田課長ならきっと大丈夫ですと太鼓判を押した。本部長も俺の話を聞き、そうか、君がそう言うのならと納得してくれた。間もなく安田に海外営店の事例が出るだろう。え、私がですか。それを聞いたら目を丸くして驚くかもしれない。もしかしたら、自分で大丈夫でしょうかと言うかもしれない。そうなったら俺は自信をつけるために力強くうなずいてみせるつもりだ。何年かかるかはわからない。だが再び日本に帰ってきた彼はさらに成長し、上に立つにふさわしい人材となっているはずだ。そんなことを考え、俺は期待に胸を膨らませるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。中卒の姉と絶縁しないのであれば、私は彼を認めず娘とは即離婚させます。おめでたいはずの結婚式で新婦の父親からのまさかのスピーチに会場がざわつく。確かに私は中卒だ。しかし事情があっての中卒だし、その分弟が私の夢を叶えてくれたので何の不満もない。中卒の何が悪いのよ。
さらに自分と同じ個人の年収が5億円なら100歩譲って認めてやると豪語する義父についに弟が激高して、姉を侮辱するな。それにあなたが年収5億円なんて嘘ですよね。それから弟の結婚式はとんでもないことになるのだった。私の名前は立川真美、30歳の社会人だ。私には優秀な弟がいるのだが、私たちの両親はすでにいない。実の父親はギャンブルと浮気癖がひどく、ほとんど顔を合わせた記憶がない。小さい頃の思い出は、帰ってこない父親に対して母がいつも泣く姿。母は必死の思いで働き、私と弟を育ててくれた。しかし、私が中学1年生になる頃に、母親が過労で倒れてしまい、働くこと自体が難しくなってしまった。自治体からの助成金などはあったけれど、母の治療費を含めて、私たち3人の生活を支えるのは難しく、かといって当時中学1年生の私が働き口を見つけるのも難しくて、私たちは貧乏生活となってしまった。生活自体が厳しく、ひもじい思いもしていないといえば嘘になる生活だったけれど、母と弟との生活は私にとっては楽しいものだった。お母さん、前から言ってたけど今日は遅くなるからね。9時くらいになっちゃうかも。みんなで打ち上げだったわね。昨日は私の中学の卒業式だった。そして今日はクラスメイト全員で打ち上げをする予定だった。高校で離れる子も多く、私たちにとっては中学生活での最後の集まりだ。はい、最後だからみんなで楽しんできてね。お母さんは財布から5000円も渡してくれた。こんなにいいの？いつも頑張ってくれてるから、そのご褒美。お母さんがにこりと笑う。ありがとう、行ってきます。私は待ち合わせ場所まで走っていき、みんなと合流して、打ち上げはとても盛り上がって、本当に楽しい時間を過ごした。楽しい気分のまま、家に帰ると、母が倒れていた。当時小学生だった弟もその日は家にいたのだけど、どうやら弟が寝ている間に母は倒れてしまったらしく、それに気づかなかったらしい。慌てて救急車を呼び、病院へと運んでもらったが、母は意識が戻らず、そのまま帰らぬ人となってしまった。父は蒸発して行方不明、母の両親は早くに亡くなっており、身寄りがなかった。施設に入ることも考えたけれど、母との思い出が詰まったこの家から離れるのは、私も弟も嫌で散々悩んだ結果、私は合格していた高校を辞退して、中卒で働くことを決めた。高校の学費も払えるような経済力がなかったのも理由の一つだ。ただ、就活の時期も終わっていたので、正社員として雇ってもらえる会社などはなく、たまたま近所の喫茶店がアルバイトの募集をしていたので、そこで働くことにした。時給はいいとは言えなかったけれど、喫茶店のマスターも含めて、常連さんもいい人たちで、居心地がとても良かった。マスターたちは、弟の件も可愛がってくれ、食事も助けてくれることが多かった。常連さんの中でも、横井さんという男性は、私たち兄弟を気にかけてくれて、何かと声をかけてくれた。横井さんはとある会社の社長という立場らしく、会社での出来事を面白おかしく話してくれた。そんな生活を過ごしていると、あっという間に2年が過ぎ、弟は中学生になった。中学生となった件は頼もしくなっていて、これから部活に入ったらお金もかかってくる。私も学歴は中卒だけど、探せばきっと正社員の仕事もあるはずだ。そう考えて、そろそろ正社員の仕事を探そうと、仕事の休憩時間に求人サイトを眺めていると、お客さんとして来ていた横井さんが、マミちゃん、実は今度、僕は新しく会社を始めようと思っていてね。よかったらそこで正社員として働かない？今の仕事とは全くの畑違いだけど、
マミちゃんは若いからきっとすぐに仕事を覚えることができるよ。と横井さんは笑った。正社員でいいんですか？私中卒ですけど。という私に、もちろんだよ、と力強く言ってくれた。横井さんの会社での仕事は事務で、私は必死に仕事を覚えていった。中卒ということもあって、私の給料はここでもそこまで高いわけではなかった。それでも兄弟で生活は何とかやってこれた。ケンは部活に入らず帰宅部だったけれど、その分勉強をとても頑張っていて、高校も成績上位で入学し、授業料免除となった。その成績をキープし続け、地元の国立大学にも成績優秀で入学。奨学金は成績のおかげで、無利子のものを借りられることになった。せめて弟には、立派な学歴を持ってほしい、という私の夢は、弟が頑張ったおかげで見事達成したのだ。そんな弟が大学卒業と同時に家を出て行き、5年の月日が経った。私が弟に立派な学歴を持ってほしいと思うのと一緒で、ケンは、早く立派な大人になって姉ちゃんを楽にさせたい、と思っていたらしい。優秀な弟は卒業間近に会社を起業しており、実は今社長となっていた。会社はすぐに軌道に乗り、奨学金もあっという間に返済してしまった。姉ちゃん、お母さんがいなくなってからずっと働いてくれてたからさ、いっつも心配だったんだ。私は私の夢を叶えてくれたケンにとても感謝をしている。私がいつも通り仕事をこなしているとスマホに着信があった。相手はケンだ。久しぶりね、どうしたの？うん、実は俺、結婚を考えているんだ。本当？相手はとても優しくていい子で、四つ星グループの社長令嬢なんだ。四つ星グループって、めちゃくちゃ大手じゃない。すごいわね。四つ星グループは国内でも有数の大企業で、あらゆる分野に手を出している会社だ。子会社も含めたら従業員の数は数千人を誇る。相手はそのグループの社長令嬢の夏子さんというらしい。でも、四つ星グループの社長って最近、ふとそう思っていると、夏子も姉ちゃんにもぜひ挨拶をしたいって言ってるし、両家の顔合わせもしたいと思うんだけど、予定はどう？出張が続いたりするから、すぐには返事できないかも。結婚式はするの？うん。それが来月にする予定なんだ。来月？また急ね。結婚式会場のキャンセル枠にねじ込んだからさ、急遽って感じなんだけど。いくらなんでも急遽すぎる。本当にねじ込んだのね。でもそうなったら悪いけど、もしかしたら結婚式当日まで会えないかも。その時は仕方ないと思う。でも夏子もすごくいい子だし、姉ちゃんもきっと気に入ると思うんだ。ケンの選んだ相手なら文句なんてないわよ。大事な弟が選んだ大切な相手だ。よほどの相手でない限り、私は口出しをする予定はないし、嫁いびりをする予定もない。とりあえず、招待状は送るから。うん、よろしくね。それから約1ヶ月の間、私と弟は本当に会うことができなかった。お互いに多忙ですれ違いばかりで、結局弟の結婚式当日を迎えてしまった。この日ばかりは休みを取り、私は結婚式の会場に来ていた。聞けば、ここも四つ星グループが経営する結婚式場らしい。ケン、久しぶりね。親族控え室を覗くと、そこにはタキシード姿の弟が。姉ちゃん、来てくれてありがとう。弟の結婚式だからね。来るのは当たり前よ。ケンとは数ヶ月ぶりに顔を合わせるけれど、なんとなく凛々しく頼もしく見える。やっぱり結婚するって気持ちが顔つきも変えるのかな。そして横には小柄な女性がいて、綺麗なウェディングドレスを着ている。
ケンのお姉さんですか？はじめまして、四谷夏子と言います。はじめまして、立川まみと言います。挨拶も顔合わせもできなくてごめんなさい。こちらこそ、ご挨拶が遅れてしまって申し訳ございません。お姉さんは多忙だと聞いてましたから、予定が合わなくて当然です。急な話でしたし。申し訳なさそうに頭を下げて言う夏子さんに、私は、そんな、謝らないで、と続ける。私たちが謝り合戦をしていると、ケンがスタッフに呼ばれた。どうやら確認したいことがあるらしい。ケンが控え室から出ていくとほぼすれ違いで、夏子、来たぞ。と、恰幅のいい男性が部屋に入ってきた。お父さん。夏子さんがそう言ったのを聞いて、この男性が夏子さんの父親だと知る。つまり四つ星グループのトップ、四谷社長だ。初めて顔を合わせるのだし、私から挨拶をしないと、と思い、私は四谷社長のもとに駆け寄る。はじめまして、ケンの姉の立川まみと言います。この度はご挨拶が遅れて申し訳ございません。すると社長は私を一別すると、そのまま歩いて夏子さんのもとに行ってしまい、夏子、綺麗だな。と話しかけていた。え、今、無視された？驚いて顔を上げると、社長は夏子さんや他の親族とにこやかに話している。あの。その後、私が何度話しかけても、四谷社長は私の存在を認識しないのか、あからさまに無視をされ続けた。ふと夏子さんと目が合うと、彼女はなんとなく申し訳なさそうな顔をしていた。ケンと夏子さんは大学の同級生として出会い、私たちには両親がおらず、夏子さんには母がいないという似たような境遇で、二人は意気投合したこともあり、付き合うようになったそうだ。そういう出会いだったんだ、と思いながらスライドを眺めている。披露宴は進み、二人の馴れ初めの動画を見ている。料理は美味しいし、やはり四つ星グループの礼状の結婚式ということもあり、来賓客は豪華な顔ぶればかり。ケン自身も大学の時に起業した会社が、現在ではそこそこの規模になっていることもあり、そちらの来賓の方も豪華な顔ぶれだ。言うなれば社長ばかりである。ここまで社長が集まるのも珍しいことだろう。今日ここに来れなかった方々からの祝辞を司会の女性が次々と読み上げている。あの司会の人もどこかのアナウンサーじゃなかったっけ？と式の様子を眺めていると。それでは、新婦夏子様のお父様であります。四谷冬彦様からのスピーチでございます。お願いいたします。司会の人がそう言うと、お父さんにスポットライトが当たる。そのまま高砂の近くにあるマイクの元に歩いていく。皆様、この度は娘の結婚式に出席いただきありがとうございます。このような地位のある方々にお集まりいただき、とても光栄です。しかし、そこで社長は私の方をちらりと見てきた。この場所にはふさわしくない存在がいるようです。私のこと？ご存知のように、私は四つ星グループの社長です。個人の年収でも5億円はあります。この場の皆様もきっと同じくらいの年収でしょう。ですが、この会場の中には中卒の女がいるのです。百歩譲って、中卒でも年収が私と同じくらいなら、我が一族にはふさわしいのですが、残念ながら、彼女の年収は5億に及びません。確かに私の年収が5億円なんて、とても無理な話だけど、これは私のことを言ってる？このスピーチにどうしたらいいのかわからずに、私は戸惑ってしまう。そのような姉がいるケン君も本来はふさわしくないのですが、彼は現在社長をしており、彼の会社は業界で急成長中です。年収5億円も夢ではないので、彼は認めましょう。しかし、私は彼の姉である立川真美という女は、どうしても受け入れられません。
私の名前まで言ってきた。なのでケン君がこの中卒の姉と絶縁すると言うなら、私も心の底からこの結婚を認めようと思います。絶縁しないのであれば、私は彼を認めず、娘とは即離婚させます。この言葉に会場はざわつき始める。まさか結婚式でのスピーチで離婚の話が出てくるなんて予想にもしていなかった。社長がこれを平然と言い切ったことがとても恐ろしい。これを今、ここで言うこと？心からドン引きしていると、ここでバンッと誰かが机を叩いた。音の方を見ると、それは剣だった。弟は怖い顔をしながらそのまま高砂を降りて、四谷社長からマイクを奪った。社長、お言葉ですが、俺は姉と縁を切るつもりは一切ありません。そうか。ならばこの結婚は破談ということになるな。あんな中卒な姉がいては、うちの一族の品位が下がる。あなたこそ、先ほどのスピーチで品位が下がったと思いますが。なんだと？それに、姉の職業をご存知ですか？姉は現在、我が社で部長として働いています。今、我が社が急成長しているのも、姉のおかげでもあるんです。私は横井さんの会社で事務として入社し、その後マーケティングに興味を持った私は、マーケティング部門に異動願いを出し、そこでスキルを磨いた。その後、県から、うちで働かないか？と言われて、弟が大学の頃に起業した、マーケティング会社で働くことになった。マーケティングに特化している我が社では、企業から依頼を受けて、商品やサービスに対するサポートを行っている。依頼があれば顧客満足度も調査するし、市場調査をしたりもする。ありがたいことに実績を積んだ今では、あらゆる企業から依頼があり、私は部長として全国を駆けずり回っている。言っておきますが、御社から依頼があった時も、すべて姉が対応していました。姉のおかげで我が社は創業時より発展できたんです。ここまで頑張って協力してくれた姉と縁を切るなんてありえない。ケンのその言葉に私は思わず泣きそうになった。姉は自分が高校に行くのを我慢してまで俺を大学まで行かせてくれたんです。そんな姉に俺は心の底から感謝しています。姉を侮辱するような人と親族になるなんてこっちから願い下げだ。キーンとマイクがハウリングするくらいの剣の大声が会場に響いた。私もそこですっと立ち上がり、社長と弟の元まで歩いていった。剣からマイクを取る。新郎の立川剣の姉、立川真美と申します。四谷社長。なんだ?御社のマーケティング部門との取引は中止させてもらいます。なんだと？中卒なんて認めないのでしょ？だったら構いませんよね。私は中卒ですので、今後御社と有益な取引ができるかわかりませんので。ふんと失礼な態度を取った自覚はあるが、もうお互い様だろうと思った。実は四つ星グループのマーケティング部門からも仕事の依頼を受けており、近々仕事をする予定だった。グループの社長ともなれば、マーケティング部門がどこに仕事を依頼するかなんてきっと知らなかったのだろう。言いたいことは言ったので、私はケンにマイクを返す。そこでケンがまたマイクを持ち直した。それに四谷社長、個人年収が5億円なんて嘘ですよね。だってあなたは。ケン！ケンが続けて言う前に、夏子さんが大声でストップをかけた。あなたは、って何を言おうとしたんだろう。ケン、ここではこれ以上は。そこでケンは一息ついた。この話はここではふさわしくないので、やめておきます。そのままマイクをその場に叩きつけると、弟は大股で会場から出て行ってしまった。夏子さんもその後追いかけて行ってしまい、さすがに気まずくなったのか、四谷社長もその場から出て行ってしまった。メインもいなくなってしまった結婚式は、
もちろん続けることなんてできず、ケンとナスコさんの結婚式はそのまま中止となってしまったのだった。ケンたちの結婚式であれだけのスピーチをした四谷社長のことは、瞬く間に悪い意味で広がり、社長はあらゆる会社の社長たちからはソース感を喰らい、中には四つ星グループとの取引を考え直す企業まで出てきているようだ。私はあれからも普通に仕事をしているのだけど、どうやらあのスピーチの内容が広まったみたいで、仕事で訪れた企業の方々が妙に私に対して優しくしてくれる人が増えた気がする。地獄のような弟の結婚式から数日後、私はケンの自宅を訪れていた。言うなれば、ケンたちの結婚が反対されたのは私の学歴が理由だ。それに謝りたい気持ちと、あの場で社長に対して言ってしまったこと、そして私が知っている四谷社長の噂と四つ星グループの噂について弟に伝えたいことがあったから。ちなみに二人はまだ離婚はしていないらしい。あれから弟は四谷社長の顔も見たくないと連絡が来ても拒んでいるそうだ。私の学歴のせいで迷惑かけてごめんね。何言ってんだよ。姉ちゃんは全然悪くないだろ。明らかに悪いのは四谷社長だよ。ケンはまだ怒っているようだ。いろいろと話をしていると、インターホンが鳴り響いた。そのまま家に入ってきたのは夏子さんだった。マミさん、先日は本当にすみませんでした。夏子さんが部屋に入った瞬間に、土下座する勢いで頭を下げてきた。夏子さん、頭を上げて。私は特に気にしてないから。でも、父にあんなスピーチをさせたのは私ですから。え？とりあえず、夏子さんの話を聞かせてもらうことにした。うちの会社は、もともとは母方の祖父が作った会社でした。父は入り婿という立場で、四つ星グループをあそこまで大きくしたんです。もともとはそんなに大きい会社ではなかった四つ星社という会社を、グループ会社にまで成長させたのは、夏子さんのお父さんである四谷社長だという。純粋にすごい経営手腕だ。父はもともと大卒以外は認めないっていう歪んだ考えの持ち主なんです。私の結婚話が出た時も真っ先に相手の学歴を聞いてくるくらいでしたから。うわぁ。ケンは大卒だったので認めてくれたのですが、ケンのことを話していくうちに、マミさんというお姉さんがいること、ケンのために中学卒業してからずっと働いていたことを話したんです。それを、中卒が親族になるなんて許さないって激怒してきて。夏子さんはその時のことを思い出したのか、とても疲れた声色になった。私はケンとの結婚を諦めたくなかったので、ケンは大卒だし、お姉さんはその人を支えてくれた大切な人だと、父を何とか説得して認めてもらったんです。まさか、結婚式の場であんなスピーチをするとは、私も予想外だったんですけど、本当に申し訳ございませんでした。と、夏子さんはまた謝ってくれたのだった。彼女のこの気持ちは素直に受け取ろうと思う。悪いのは四谷社長だしね。しかし、結婚までの顔合わせがなかったから、あの場で言ったのかもしれないけど、もし顔合わせがあったら、その場で私は相当社長から罵られていた可能性があったということだ。それはそれで恐ろしかったな、と身震いしてしまった。私はケンと夏子さんに向き直る。それより、私も気になることがあるから教えてほしいことがあるんだけど、ケンはあの時、何を言おうとしていたの？私はあの結婚式で、四谷社長にケンが何か言おうとしたところを、夏子さんが大声で止めていたことを覚えていた。ケンは真剣な顔をして、夏子さんと顔を見合わせた。マミさんは、うちの会社の噂はご存知ですか？あくまで噂だけど、四つ星グループの株価が落ちていて、社長の指示で脱税をしているとか、私はとある会社の依頼でマーケティングの一環として市場調査をしている際に、
四谷社長が脱税をするように指示しているという噂を聞いてしまった。その通りです。実は父の脱税の証拠も持っています。本当にしてたの？はい、最近グループ全体の業績があまり良くなくて、でもうちが潰れるとグループ全体が崩壊してしまいます。そうしたら今働いてくれている従業員全員とその家族を路頭に迷わすことになってしまうんです。俺も夏子から相談を受けて四つ星グループの本社を調べていたんだ。そうしたら脱税していることが分かってさ、あの時の社長の個人年収5億なんていうのはただの見栄で、実はそんなにもないんだよ。脱税の噂は本当だったんだ。私、父を説得しようと思っているんです。夏子さんが突然言った。脱税なんかやめてほしいって。このままでは父がいつか取り返しのつかないことをしてしまうのではないかって心配で。夏子さん、母を亡くしてから私をここまで育ててくれた父には恩がありますから、父が今以上に壊れてしまう前に私が止めます。次のニュースです。四つ星グループの社長四谷冬彦氏が自ら警察に出頭し、脱税の容疑で逮捕されました。夏子さんの決意を聞いた約2週間後、テレビから聞こえたのは国内大手の会社でもある四つ星グループの社長の逮捕のニュースだった。脱税には四つ星グループ幹部全員が関わっていたそうで、幹部が一新されてグループは存続するそうだ。弟と夏子さんは離婚せずに婚姻関係を続けている。四谷社長の逮捕などがあったため、穏やかな新婚生活とは言っていないみたいだが、これで少しは落ち着くだろう。時間がかかりましたが、父を説得できてよかったです。俺も社長として頑張るよ。次の四つ星グループの社長にはケンが就任した。クリーンな会社として一から頑張るそうだ。弟が代表を務めていた我が社は、私が社長になることになった。部長からの突然の社長である。私、中卒よ。それを社長にするなんて大丈夫？だから何？実績あるし、姉ちゃんになら俺の会社も安心して任せることができるよ。弟からのお墨付きをもらってしまったので、これは頑張らないといけないな、と気合を入れる。中卒ということで見下されたことなんてこれまでたくさんあった。それでも私は後悔などしたことはない。この人生のおかげで今では社長にまで慣れているのだから、後悔をする必要なんてないのだ。同じような境遇の人に頑張っていればこういう未来だってあるのだと私は証明したい。これからも自分の生い立ちや学歴を隠すことなく仕事に邁進していきたいと思ったのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと、大丈夫ですか？救急車。仕事帰りにふらりと倒れた女性を助けた。少し前から俺の前をふらふらと力なく歩いていて、危ないなと思っていたのだ。よかった、地面に倒れ込む前に助けることができて。本当にありがとう。後日また改めてお礼をさせてほしい、と言われ名刺を置いていった。そして後日お礼にと食事に誘われ、しばし談笑をする。時々俺を切なぎに見つめては目を伏せるので、なんだかドキドキしてしまう。親くらいの年齢だからか、その凛とした優しげな物言いのせいか、わずかな懐かしさすら感じる。先日は本当にありがとう。助かったわ。急にぶしつけなんだけれど、彼女はいるのかしら？もしよければなんだけど、いい縁談があるの。紹介させてくれないかしら？突然の申し出に俺は少々驚いたが、女性のすがるような視線に、じゃあとりあえず会ってみるだけなら、と承諾した。女性はパッと顔を上げて、じゃあ来週またこのお店で、と言い食事を再開した。
女性の言う通り、縁談は俺にはもったいないほどのもので、相手とも意気投合し来てよかったと心底思った。しかしこの縁談が俺の人生を狂わせた。俺の名前は白井司、ごく普通の営業マンだ。新卒で就職して以来忙しい日々を送っている。俺が勤めるのは製薬会社で、開発部は常に新薬の研究をしているので覚えることが本当に多い。製薬会社の営業職なので、いわゆる MR として世間には認知されている。薬という毒にもなり得るものを取り扱っているので、常に製品知識はアップデートして正しい営業をしたい。そう思うと仕事の合間や終わった後の勉強は欠かせない。俺は少しでも人の命を助ける手助けがしたくて製薬会社に就職を決めた。なので中途半端な仕事をして俺の軸が崩れてしまうのは絶対嫌で、徹底的に勉強をしたし、わからないことはすぐに調べる。中途半端な知識で営業をしないと決めていた。おかげで成績は上々。白井君は誠実で信頼できると多くの医者からの信頼を勝ち得ていた。こうも評価してもらえると有頂天になってしまいそうだが、これで今までしてきたことを怠ってしまっては意味がないと気持ちを引き締めている。俺が MR を目指そうと思った理由は父だった。俺の家は父子家庭で、父が男手一つで育ててくれていた。仕事をしながら家事も全部が全部完璧で、俺はいつか結婚したらこういう父親になりたいと思っている。しかし父には持病があった。毎日薬を飲むことで症状を抑えられる軽いものではあったが、そんな持病を抱えていても俺に悟らせないようにと隠れて薬を飲み、気丈に俺を愛してくれていた。そんな父を見ていたので、俺は医療関係の仕事がしたかったのだ。しかし父子家庭の俺は医学部や薬学部に行けるほどの大それた資金はなく、国立大の医学部薬学部を目指せるほど頭は良くなかった。なので俺は国立大の医学部を目指し、薬学関連のゼミに入って、俺は製薬会社を目指したのだ。研究職にはなれなくても、こうして営業として常に進化する薬を必要としている人のもとへと届けたい。あわよくば薬を使っている人の声を研究職に持ち帰って、さらに飲みやすく効果のある薬の開発への橋渡しとなれたら、なんて思っている。営業部の俺の上司はめちゃくちゃ厳しい。つかさ、営業行くぞ。準備できてるの？彼女は桐谷美希。最近研究職から移動してきた女性で、薬の知識から何から何まで徹底的に教え込まれた。ほう、お前は営業部なのにきちんと勉強しているんだな。彼女の移動初日、初めての会話がこれだ。今でも覚えている。そしてそのまま話は続けられた。白井、その勉強絶対に続けろよ。それはお前の武器になる。我々 MR の仕事は何だ？薬を売り込むことか？半分正解で半分不正解だ。俺は真剣に彼女の言葉に耳を傾ける。我々の仕事は正しい場所に正しい薬を正しい知識とともに届けることだ。薬は使い方次第で劇薬にもなる。間接的に人の命を握っているんだ。だからこそ徹底的に知識を叩き込み、医者に納得してもらわなくてはならない。これが彼女の教えで、俺と同じ思いだった。俺との違いはその圧倒的な知識量。彼女は薬学部出身で開発部にいたので、その知識を授けてもらっていた。つかさ、この前の資料目を通したか？はい。ただこの薬の飲み合わせなんですが、桐谷さんとの移動はこうして桐谷さんの運転する車で、資料の見直しと口頭での勉強会になる。この時間はとても貴重でありがたいものだった。会社全体で見ても桐谷さんはかなり厳しく。白井、よくあんな厳しいババアの下でやっていけるよな。ド M なんじゃねえの？とやじられたりもするが、確かに厳しいけど、あの人の指導は的確なんだ。あの人についていけば大丈夫って確信があるから、俺はついていくよ。物言いは厳しく、
桐谷藩は軍隊とまで言われているが、理不尽なことは言わない。話は最後まで聞いてくれる。指導を決して投げ出さない。笑顔こそ見たことはないが、努力はそれ相応に評価して、さらに上の目標を記してくれる。今の俺があるのは間違いなく桐谷さんのおかげだ。ある日、俺は疲労困憊で帰り道を歩いていた。その日は行く病院が多く、あっちこっちへの移動が多かったのだ。おかげで帰る頃にはすでに0時を回ってしまった。今日は帰ってからの勉強は難しいな。そう思って移動中にはいつもより集中して資料に目を通していたので、うっかり一駅乗り過ごしてしまい、たまにはいいかと一駅分歩いての帰宅だ。普段通らない道はなんだか新鮮で、こんな道あったのか。朝早めに出てあの喫茶店でモーニングでも食べながら勉強するのもいいな、なんて妄想しながら自宅に向かい歩いていると、目の前をふらふらと今にも倒れそうに歩く女性がいた。危ないなとは思いつつも、急に話しかけられても怖いよなと後ろから眺めるほかなかったのだが、先ほどまでおぼつかなかった女性の足がふっと止まり、頭が視界から消えた。あ、まずい。俺はカバンを投げ出し、慌てて女性に駆け寄り、その倒れた体を受け止めた。ちょっと大丈夫ですか？救急車。抱き止めた女性の肩をトントンと軽く叩き呼びかけるも、気を失っているようだ。俺は道の端に女性を横たわらせ、ジャケットを丸めて枕代わりにする。先ほど投げ出したカバンからスマホを取り出し救急車を呼んだ。ほどなくして救急車が到着し、救急隊員との応対をしていると、女性は勢いよく飛び起き、ここはと辺りを見渡す。あ、気がつきましたか。道でふらふらと倒れられたので救急車を呼ばせていただきました。気を失っているようでしたので、私はどの程度気を失っていましたか。俺は女性からの問いにここまでの経緯を簡単に話した。そうですか、本当にありがとうございます。ここからは救急隊員もおりますので大丈夫です。ぜひお礼をさせていただきたいのですが、あいにく今持ち合わせが。よければ名刺を頂戴してもよろしいですか。いえ、そんな大したことはしてないのでお気になさらず。人を助けるなんて当たり前のことで、こんなに仰々しくお礼を言われてはなんだかくすぐったい。大丈夫ならよかったと足早にその場を離れようとしたが、いえ、お礼くらいさせてください、お願いしますと深々と頭を下げられてしまったので、そこまで言っていただけるならば本当に気にしないでくださいと名刺を一枚手渡してその場を去った。大したことはしていないのになと思いつつも、女性があんな夜道で倒れていたら確かに危ないな、そう考えるといいことをしたのかもと自分を納得させている間に自宅に着いた。その日はなんだか清々しくてぐっすりと眠れた。白井、ちょっといいか。翌朝いつも通り出社すると、社長直々に神妙な面持ちで呼び出しがあった。俺は何かしてしまっただろうか。俺は悶々と考え込みながら社長室へ向かう。白井、君はとんでもないことをしてくれたね。社長室に入るなり、社長は俺の方を見ることなくそう言った。俺は一体何をしでかしたんだ。ぐるぐると回り続ける思考の中、ま、座ってくれ、立ち話もなんだからねと勧められるがままに、重厚なふかふかの椅子に座り、心臓をバクバクとさせていた。よくやってくれたよ、本当に大手柄だ。先に続いた言葉に俺は思わず顔を上げた。目の前にはニコニコとした社長が座っていて、内心ほっと胸をなで下ろした。君、昨日帰り道に女性を助けただろう。あの人な、カムイ総合病院の院長先生だったんだよ。危機として話す社長は、これで大口の契約が取れたらと嬉しそうに笑っている。今朝会社に電話があってね、君から助けられたので以前断られた新薬の話聞くだけならと言ってくれたんだ。どうやら俺が助けた女性はかなりの大物だったらしい。財政界の大物も彼女に相談するほどの名医で、国内外問わず
医学界では有名な人だった。この新薬の営業だがね、ぜひ君にお願いしたい。そうだね、かなり大口になるから桐谷君を連れて行っても構わないよ。君のおかげで会社の未来は明るいぞ。すぐの契約でなくても構わない。コインにしてもらえるように頑張るんだぞ。そういう社長はかなり満足げだった。部署に戻り、桐谷さんにこのことを報告すると、そうか、その契約はお前一人で行け、司なら大丈夫だろと言ってどこかに行ってしまった。これまでのそういう大口の契約は俺が主導であっても必ずついてきていた。ついに認めてもらえたのだろうかと首をかしげながらも今日の仕事に取りかかる。先日はどうもありがとう。次の金曜日は空いていますか？お礼と言ってはなんですが、食事に行きませんか？折り入ってお話もありますし。その日のうちに昨日助けたジョイだという女性から連絡が来た。本当に律儀な人だな。正直お礼と言われてしまうとなんだかくすぐったくて乗り気にはなれなかったが、今朝社長からあの話をされてしまっては行かざるを得ない。ついでに営業の機会をもらうべくアポを取らせてもらおうかと金曜日の食事の約束をした。ああよかった、では当日はお迎えに上がりますね。彼女はそう言って電話を切った。そして食事の日、さすがにいつものスーツではまずいかとカジュアルフォーマルな服を用意した。白井、この後デートなんてからかわれたりもしたが、相手に恥をかかせるよりはいいだろう。会社から出ると目の前には高級車が止まっていた。お待ちしていました。さあ行きましょう。生物は大丈夫ですか？今日は行きつけのお寿司屋さんにと思っています。柔和に微笑む彼女は全身高そうな服に身を包んでいた。一方的に名刺をいただいてきちんと名乗っていませんでしたね。改めて先日はありがとうございました。私高木玲子と言いますと、何度目かわからないお礼とともに名刺をもらう。高木玲子、社長が言っていたようにカムイ総合病院の院長と書かれていた。迎えに来てくれた車に促されるまま乗り込むと、運転手がいて後部座席に彼女と並んで座るのはかなり緊張した。そして何とも高級感あふれるお寿司屋さんに連れて行かれ、次々と目の前で握られる寿司を味わう。正直緊張でせっかくのお寿司なのに味もよくわからなかったが、隣のニコニコと俺を見つめ時々切なげに目を伏せる彼女にドキドキしてしまう。何か変なところはないか、粗相はないかとそわそわしつつも彼女と談笑する。コースも終盤となり、ようやくほんのりと味がわかるくらいには緊張もほどけて打ち解けた。白井くん、司くんね、彼女はいるの？ふと高木さんがまっすぐ俺を見つめて問いかける。いえ、おりませんが。俺がそう答えると、あ、いきなりぶしつけだったわね。そう、彼女はいないのね。そう言って顎に手をやり少し考える。よければなんだけど、一人私の弟子を紹介させてもらえないかしら。縁談とまではいかなくともかなりいい話なはずよ。そうまっすぐ俺を見つめる高木さんに俺は勢いのままうなずいた。後日指定された日に先日と同じ寿司屋に行く。本当にお気に入りなんだなと思いながらも、内心序盤緊張しすぎて味わえなかった料理を再び食べられると思うと嬉しかった。店の戸を引き高木さんの名を告げると奥の個室に通された。あ、お待ちしておりました白井さんですね。鈴の転がるような声で微笑みかけてくれたのは可憐な女性だった。はじめまして、高木さんからの紹介でこの場を設けていただきました藤井しおりと申します。本日はよろしくお願いします。照れくさそうに耳にさらりとした長い髪をかける仕草にドキッとする。はじめまして、白井司です。こちらこそよろしくお願いします。初対面ながら和やかに食事は進む。高木さんの下で医師をしています。聞いていた通り誠実で素敵な方ですね。柔らかく微笑む彼女に
俺はどぎまぎしてしまい、いえこちらこそ高木さんに紹介させてほしいと言われた時にはどんな方かと思っていたんですが、こんなに素敵な方だなんて。すみません、こんな一階のサラリーマンで、しおりさんならもっと素敵な男性はいるでしょうに。俺は思わず口をついて出た言葉にうなずく。卑屈なやつだと思われてはいないだろうか。クスクスと笑う声に前を向くと、口に手を当てて彼女は笑っていた。ふふ、いいじゃないですか。誠実な仕事ぶりとお伺いしています。職業に忌憚はありませんよ。今度うちの院にもお薬売りに来てくださいませんか。俺は大きくうなずく。彼女との食事は本当に楽しく、いつまでもこの時間が続けばいいのにと思った。高木さんには疎遠になった息子さんがいるみたいなんです。きっと司さんにその息子さんを重ねているんですね。あなたに助けられた日からあなたのことと、そして家族の話が増えたんです。ニコニコと話す彼女に俺は少し引っかかる。会いに行けばいいのに。ぼそりとつぶやく俺にしおりさんは困った顔をする。そうですよね、私もそう思います。会えるのなら会うべきですよね。でも高木さんは理由なく会えないと諦める人ではないので、きっと何か事情があるんですよ。あ、すみません、しおりさんにとっては尊敬する人なのに悪く言うようなことを。気にしないでください。何も知らなければ私だってそう思ってしまいます。その後はたわいもない話が続き、意気投合した俺たちは次に会う約束をした。見た目が可愛らしいのはもちろん、明るく優しいしおりさんに気づけば惚れていた。何度かのデートを重ね、何度目かの待ち合わせ、待ち合わせ場所にはしおりさんではなく高木さんがいた。あれ、どうされたんですか高木さん。彼女は申し訳なさそうに、ごめんなさいね、どうしてもあなたと話したくて、しおりちゃんに少し時間を譲ってもらったの。彼女は30分後にここに来るから少しだけいいかしら。そう言って近くの喫茶店に入る。2人分のアイスコーヒーが来るのを待って高木さんは口を開いた。私、昔の名字を白井というの。離婚に伴って旧姓の高木に戻したのだけれど、あの人、匠さんは元気？少し寂しげな表情でこちらを伺う。白井、匠、もしかして最初にしおりさんが言ってた高木さんの疎遠になった息子って。小さくうなずく高木さんに俺は戸惑った。どうして今まで会いに来なかったんですか？父と別れたのはなんで？聞きたいことがたくさんあった。順番に話しましょうか。私がいけないのよ。仕事に没頭するあまりあなたたちをないがしろにしてしまった。あなた、匠さんの持病を間近で見て製薬会社を希望したそうね。人の命を救う夢は大層なことだけれど、一番は家族よ。大切にしてね。コーヒーを一口飲む。私は誰かを救いたくて必死に仕事していたけど、そうするあまり家族はないがしろになってしまったの。見かねた司さんに、自分の子供の成長も気に留めない母親が何を救えるんだと見下り判を突きつけられてね。その時私ハッとしたの。確かに多くの命は救えたけど、一番大切なものは見えていなかったなって。ぐるりとストローを回すその顔はとても悲しそうだった。初めて高木さんと食事した時のあの切なそうな顔は、離婚した時のことを思い出していたのかもしれない。どうして会いにも来てくれなかったんです？それくらいはできたでしょう。しおりさんに息子のことを話すくらいなのだから。そう言いかけて俺は口をつぐんだ。力なく首を振る高木さんからは後悔と悲しみにあふれていたからだ。匠さんに許してもらえなかったの。だから最初はあなたの母親であることも隠したままにしようと思っていたのだけれど。力なく微笑む母親に俺はどう声をかけていいかわからなかった。俺は会えてよかったと思っていますよ、母さん。そう呼ぶ俺にポロリと一粒。
涙をこぼした。それに父はもう許してくれるんじゃないかな。ちゃんと話せば、いい人も紹介してくれたし、こうして母親の顔も見れて俺は満足ですし。またあの寿司連れてってくださいよ。初めて会った時は緊張して味がわからなかったんです。恥ずかしくてそっぽを向く俺に母は笑い出した。やだ、たくみさんと似たようなことを言うのね。わかったわ、また行きましょう。それにしおりのことかなり気に入ってくれたのね。嬉しいわ。いい縁談だったでしょ。俺はまっすぐ母親の姿を見つめうなずいた。約束ですよ、今度は父も一緒に。しおりさんは俺にはもったいないくらいです。あんなに綺麗な心を持った女性だ。俺は俺のすべてをかけてしおりさんを守りたいと思っています。つかさくん、後ろからしおりさんの声がした。ちょうどここに到着したらしく、俺のしおりさんへの思いはすべて聞こえていたらしい。急に恥ずかしくなって赤面する俺を高木さんは笑う。うちの子をよろしくね。娘みたいに育ててきた子なの。しおりさんも顔をわからめてうつむいてしまった。さてと立ち上がる高木さんは去り際に、ああ、あなたの上司の桐谷さん、かなり厳しいでしょ。彼女、私の親友なのよ。その言葉に俺はパッと顔を上げる。え、桐谷さん？相当拍子抜けた顔をしていたのだろう。母親はクスクスと笑う。会えない代わりにあなたの動向はミキに見守ってもらっていたのよ。あなたの頑張りはミキから常々聞いているわ。あなたは私の誇りよ。私の頼みを聞いてわざわざ研究職から慣れない営業に移動してくれた。ミキにもお礼を言わなくちゃ。母親のいたずらな最後の一言にポカンとしていると、しおりさんの声が俺を現実に引き戻す。なんだかすごいこと聞いちゃった気分。ニコニコと微笑む彼女は近くの店員を呼び止め、紅茶と空になった俺のコーヒーのおかわりを頼む。今日はどこに行こうか。無邪気にこの後のデートを楽しみにしてくれる彼女に胸が熱くなり、とりあえずは後でいいやと彼女に向き合った。そっか、聞いたんだね。後日営業回りの合間に桐谷さんにこの間の母親との話をした。じゃあ私もお役ごめんかな。つかさ、あんたは本当によくやっているよ。私が最初にあんたに言ったこと覚えてる？俺はうなずく。 MR は間接的に人の命を握る。俺はその意見に全面的に同意だったし、製薬会社に就職したのも間接的に人の命を救えたらと思っていたからだ。あんたの姿は玲子そっくりだ。なんで医者の道進まなかったんだろうな。ははは、と笑う桐谷さんに俺は目を奪われた。初めて桐谷さんの笑顔を見た気がした。桐谷さんも笑うんすね。そりゃ人間だからね。玲子に頼まれた以上、あんたを一人前にするのに必死だったんだよ。一本タバコをふかしながら言った。次の移動で私は研究部に戻るよ。あんたはもう十分一人でやっていけるだろう。なんかあったら研究部に顔出しな。はい、今までお世話になりました。それからポツポツと思い出話をしてくれた。玲子ってさ、不器用なんだよね。だから仕事と家庭の両立ができなくて匠に捨てられたんだけどさ。両親と桐谷さんは大学の同級生だった。匠も頑固だよね。玲子が両立なんてうまくできるわけがないの知ってるのに。玲子はもちろん匠からも今でも連絡が来るんだ。愛されてんね。実は父親からもちょくちょく俺の近況を尋ねられていたらしい。からかい半分で玲子に似てよく仕事のできる子だよって言うと、あいつ複雑そうな顔をするんだ。匠はまだ玲子のことも好きなんだよ。家庭をないがしろにしたことを許せなかった自分も許せなくて意地張ってるんだよ。桐谷さんはそう言ってタバコの火を消し、ひらひらと手を振ってどこかへ行った。あれから数年が経ち、両親は再婚していた。
桐谷さんとの話の後、俺はすぐに家に帰り、母親の話をした。なあ、今度母さん行きつけの寿司屋、父さんも行こうよ。母さんも父さんのこと気にしてたし、俺のことを気にしすぎて、わざわざ違う部署にいる親友を直属の上司にするくらいだよ。俺は父を必死に説得し、家族3人での食事にこぎつけた。最初は気まずそうに向き合う両親は、次第に言い合いになり、最後には仲直りをした。それから、それまでを取り戻すかのように、月に一度は家族で食事に行く機会が設けられ、気づけば両親は2人でちょくちょく出かけるまでになっていた。つかさ、俺、再婚しようと思う。ある日、父親から突然言われて、俺は思わずお茶を吹き出した。急になんだよ、誰と？玲子に決まってるだろ。幾度もデートを重ねるうちに、お互いの気持ちを再確認したらしい。何十年と時を経て再婚した。そして俺ももうすぐ子供が生まれてくる。しおり、もうすぐだな。体調は大丈夫か？もう心配性だな。具合悪そうに見える？しおりと結婚し、もうすぐ待望の第一子が生まれてくる。医者という立場であまり休めないしおりと、入れ替わりで俺は育休を取ることになっている。仕事は至って順調で、母親のつてでカムイ総合病院から大口の契約を取ってからは俺は大出世。比較的自由に休みが取れるようになり、仕事は新人育成が大半だった。子供が生まれてからしおりのサポートをする準備は万全だ。育休に向けて家事や子育てについて父親に教えてもらおうと、実家に来ている間に両親の再婚の話を聞かされて、もう何も入ってこなかった。お、やってるやってる。いいパパになるね、つかさ。ほんとね、匠に似たのかしら。しおりもこれで安心ね。父親修行をしていると、母親と子供を抱えた桐谷さんが入ってくる。両親の仲が再構築されてからは、桐谷さんの家族とも家族ぐるみでの付き合いをしている。今日は孫を抱いてきたようだった。もうすぐしおりも来るわよ。晩ご飯の用意お願いね。と母親は大量の食材をキッチンに置いた。俺と父親は顔を見合わせる。母親は全く料理ができない。母親の買ってきた食材を見て、俺たちはため息をついた。おい、これ何人分の食材だ？ん？私たちと桐谷家としおりと10人くらい？無邪気に微笑む母親に父は、可愛いから許せる。けど本当に仕事しかできないんだよな。手伝えと言い、テキパキと用意する父に倣って、俺も食材の下処理に取り掛かる。あれもこれもと忙しく料理をしていると、チャイムが鳴った。しおり、お疲れ様。とりあえず座っててよ。え、私も何か？いいのいいの。うちの男性陣は優秀だから、妊婦はおとなしく座ってなさい。すでに酒を飲み始めている母親に促されて座るしおり。あ、もうすぐうちの人らも来るって。のんきに孫と遊ぶ桐谷さん。どんちゃん騒ぎはもうすぐだな。と父親と気合を入れ直し、仕上げに取りかかる。再びのチャイムにしおりが応対した。パーティーが始まる。俺はみんなの笑顔を見て顔がほころんだ。司くん、お疲れ様。こういう楽しい家庭にしようね。俺に冷えたビールを差し出し、微笑む彼女に俺は誓う。絶対に幸せな家庭にしよう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。もう間に合わない、終わりだわ。そうつぶやき、涙を流す上司。彼女が今までどれほど努力してきたのかは、俺自身が見て記憶している。だからこそ、自分にできることはないかと思考を巡らせた。ひな子さんの整理が甘かったんじゃないんですかね。ま、今回で降ろされるとは思いますけど、俺がちゃんと尻拭いしますからね。彼女の様子を見て、ニヤニヤと笑う、もう一人の上司。おそらく、
彼が何かしたのだろう。そんな二人に俺は資料全部記憶してますよ。そう告げた。俺は飯森翔也、とある会社で窓際社員をしている。俺は昔から記憶力が良かった。それもいいという言葉では表せないほどの記憶力なのだ。久しぶりだね、翔也くん。と言っても覚えてないよね。うん、覚えてるよ。幼稚園のクラス全員の顔から、出会った親の顔まで、どこでどんなタイミングで出会ったのかも覚えているほどだ。よく〇〇にいた人だよね、〇〇してた人だと言っては周りの大人を驚かせていた。翔也くん、全部覚えたの？すごいわね。そんなことないよ。小学校に入って教科書を使った授業に入ると、暗記系のテストはほぼ満点だった。いつだって俺は教科書の内容をそのまま思い出すことができたのだ。俺って他と違うのかな。一度見たものを忘れることができない。みんなが覚えてないことでも俺だけは忘れない。はっきり覚えてて忘れることができないんだ。そのことを正直に伝え、俺は両親に連れられて医師に見てもらった。そしてそこで自分がサバン症候群だと知った。翔也くんは記憶力に特化しているようですね。その能力は一見羨ましがられるものだ。しかし俺にとってこの能力は嫌で仕方ないものだった。忘れないってテストとかで便利じゃん。そんな単純なものじゃない。忘れないんじゃなくて忘れられないんだ。一度見たもの、聞いたものは忘れない。そのため辛い経験なども同じように消えることがなく、ついさっき経験したかのような鮮明さがずっと続く。それは他人には想像を絶するほどの苦痛なのだ。嫌な思い出も怖いと思ったことも忘れられない。家族や友人はそんな俺の苦悩に気がつくことはなかった。みんな羨ましいとかずるいといった言葉を口にする。俺はみんなの方が羨ましいよ。時間とともに辛い記憶は薄れ、嫌なことを思い出さないようになる。そんな周囲が羨ましいとすら感じていた。しかしそれを口にしてしまうと、何？自慢してるの？ちょっと感じ悪いよね。不機嫌にさせたことがある。その経験から俺は自分の話を極力しないようにしていた。けどあいつって記憶力以外何もないよな。俺には記憶力があったが、それ以外は点で苦手だった。幼稚園の時から周りの子供にはすぐできることでも、俺がやると同じようになっても時間がかかってしまった。さらに時間をかけて作ったものでも精度は段違いである。みんな違っていいんだよ。それが翔也くんの個性なんだもの。最初こそみんなそう言ってくれ、その言葉を疑うことはなかった。それが中学生になるにつれて、自分の手際の悪さや周囲に一歩遅れてしまうことに苛立ちを覚えることもしばしばあった。焦らなくていいよ。僕、翔也がやってるのを見るのが好きだし。そんな時いつでもそばで見守ってくれたのは泉空という親友だった。いつだって俺より先に終わり、周りが遊びに誘っても、いいよ、僕待っとくから。そう言って俺が終わるまで黙って俺の手元を見ている。そんな変わった子供だったのだ。空は周りとは違い、変に横から口を出したり手伝ったりしようとしなかった。ただ作業が終わるのを眺めている。そして終わったら、遊ぼうと何事もなかったかのように話しかけてくるのだ。まだ終わらないの？翔也くんっていつも遅いよね。別にいいだろう、あっち行ってろよ。他の子供が悪意のない言葉をかけてきた時もいつも追い払ってくれた。空は俺にとって正義のヒーローだったのだ。
どうしていつも俺のことを助けてくれるの？ある日、俺は彼にそう尋ねた。俺が手助けしたら、お前も誰かにするんだろ？そうして輪が広がるんだよ。それに俺は世話をするのが好きだし、適材適所だよ。俺の疑問に笑顔で答えた空。そんな彼を見て、俺は子供ながらに大人びてるなぁと思っていた。翔也は苦手なこともあるけど、それ以外は普通だよな。そうかな。言われてみればそうかも。作業をすることや他人と円滑なコミュニケーションを取ること以外に関しては、俺は比較的周囲の人間と同じようにすることができた。高校生にもなると自分の得意不得意な分野を理解するようになった。そのおかげでうまく勉強に集中することもできたのだ。俺、海外の大学に行こうと思うんだ。海外？うん、このまま日本にいたらいつか俺は潰れてしまうから。日本では自分のような特性のある人間はなかなか受け入れられない。それに気づき、両親の賛成もあって大学は海外の学校に行くことに決めた。翔也が決めたことなら俺も賛成だよ。でもさすがにそこまでは面倒は見てやれない。そう言って笑う空。彼のおかげで俺はここまでやってこれた。どれだけ周りが自分を笑っても空だけはそばにいて励ましてくれた。本当にありがとう。空がいたから今の俺があるんだ。拙い言葉ではあるが、俺が空にどれほど感謝しているかをなんとか卒業するまでに伝えることができた。俺の言葉をせかすことなく、空はしっかりと聞いてくれた。お前ほんと俺のこと好きだな。そして笑顔で見送ってくれた。海外の大学に進学したのは正解だったらしい。いろんな人がいて、俺のことも、それが翔也の個性だろとみんな受け入れてくれた。そんな環境だったので、俺は自分らしく勉強できたので好成績を出すことができた。日本は久しぶりだな。そして卒業後、日本に戻ってきた。そのまま俺は日本の企業に就職。その頃から俺は海外と日本の違いを実感することになった。サバン症候群？それってどういうやつなの？まず理解している人が圧倒的に少ない。それに加え、海外とは違い、やはり日本では自分のような人間に対する風当たりは冷たい。飯森ってさ、学歴の割には使えないよな。本当それなんかがっかり感あるわ。大人になったとはいえ、やはり同じ資料作りでも細部にこだわってしまい、他の社員よりもかなり遅れて提出してしまうことも。また会話をするときも、どうしても俺は事細かに説明しないと気が済まない。そのため同僚からは、そんな説明聞いてないし、言われてもわかんないからと冷たく跳ねのけられてしまう。そんな会社生活をしていると、次第に俺は朝起きられなくなってしまった。もう無理だ。心が疲れていることに気がつき、俺は会社を辞めることに。幸い俺の経歴は日本の学歴社会としては優秀な成績だった。そのため再就職も大した苦労はしなかったものだ。しかしどこに入社してもとろい、無能、役立たずと言われ、耐えきれなくなり自主退職を選ぶようになった。ハーバード卒業のくせにその程度なのか？そう言われることを恐れた俺は、履歴書にハーバード卒業と記載するのをやめた。日本の最終学歴である高卒で止めたのだ。こうすれば最初から余計な期待もされないで仕事に就けるんじゃないか、そう思ったからだ。ただ学歴社会の日本で高卒を雇う会社はそう多くない。何社か面接をして唯一内定をくれた会社、その会社に勤め始めたが、俺の仕事は資料整理だった。資料整理がお似合いか。
以前言われたことを思い出しながら、俺は自分の仕事である資料を整理する。この資料整理だが、かなり大変だった。いくつもの部署から一日に何百枚も届き、それを整理する毎日。高卒にならこのくらいの体力仕事をさせておくか、そんな会社の考えが見え隠れしている。とはいえ、俺にとって他人と関わる必要がない仕事、それはかえってありがたいものだった。さて、今日も頑張ろう。そうつぶやき、俺は自分の仕事に向き合った。資料整理を始めて、この会社で数人の社員と知り合った俺。そのうちの一人は菊池ひな子という女性だ。翔也さん、この資料が欲しいんですが。少し待っててください。こちらですね。はい、これです。ありがとうございます。彼女はバリバリのキャリアウーマンで、会社の営業トップに君臨する社員だ。自分にも厳しく、研鑽を日々続けている。そんな彼女は過去の商談の資料など時間があれば閲覧して研究をしているような人だ。それに対し、資料を渡したり説明したりするうちに、俺と話をする仲になっていた。最近よく来ますね。ええ、今大事なプロジェクトを任せられてるの。彼女は今度大きなプロジェクトを社長から任されているようで、最近は資料室に入り浸っている。そして相手会社との商談を有利に進めようと躍起になっているようだ。俺はそんな彼女を応援しており、俺にできることはしようと思っている。おい、無能、この資料はどこにある？もう一人は川平育馬だ。この男性社員が直接俺と会ったのは数回だけ。しかし彼は初回から俺のことを見下していた。世間のお荷物がよく金もらってんな、と鼻で笑われたものである。そんな彼に対して、正直俺はどうしてこんなことを言うのか理解できなかった。それを正直にひな子さんに伝えたところ、彼は他人を見下さないと自分の感情をコントロールできないのよ。あの人は妬みとそねみでできたかわいそうな人なの、との返事が返ってきた。それを聞いた俺は、そんな人もいるんだと人事のようなことを思っていた。実を言うと、彼とはあまり仲良くないんです。ひな子さんによると、彼女と川平さんは同じチームらしい。そしてよく意見がぶつかっているそうだ。多分女である私が自分と張り合ってるのが気に食わないんだと思います。まあ私は気にせず自分の仕事に集中するだけですけど。そう言って笑っていたひな子さん。俺はそんな彼女に好感を感じ、陰から応援していた。そんな日々を送っていたある日、海外企業と商談するときに事件が起きた。プレゼン資料がない？どうして？ひな子さんが何週間もかけて用意したプレゼン資料が紛失したのだ。何があったんですか？プレゼン資料が入っている USB がなくなってるんです。資料室の方にはありませんか？彼女がいつも保管している場所から、その USB がすっぽりと姿を消していたらしい。念のためにと、資料室でもプレゼン資料は保管していたのだが、多くある資料の中から九段のプレゼン資料だけが抜き取られたようになくなっていた。状況的に誰かがひな子さんを困らせようとしているのだろう。今日が商談の日なのに、このままじゃ。問題はプレゼン当日に気がついたことだ。新しく作る時間もないし、探している時間もない。もう間に合わない、終わりだわ。ひな子さんは涙を流しながら資料室でうずくまる。そんな彼女に、ひな子さんの整理が甘かったんじゃないんですかね。ま、今回で降ろされるとは思いますけど、俺がちゃんと尻拭いしますからね。川平さんがニヤニヤしながら告げた。おそらく今回の事件に関わっているのだろう。それで自分が代わりにプレゼンをすることで出世しようとしている。同じ考えなのか、
ひなこさんは川平さんを睨んだ。全部記憶してますよ。え？俺、資料の内容、一言一句覚えていますよ。俺は二人の間に割って入りながら、ひなこさんに言った。俺、記憶力だけはいいんで。そう言い、俺は資料の冒頭に記載されていたデータをそらんじた。すると、はじめは信じられなさそうな顔をしていたひなこさんが目を輝かせた。確かに、その数字で合ってるはず。飯森さん、手を貸してください。そこから、俺たちは急ピッチで資料を作ることに。俺が記憶の中の資料を読み上げて、ひなこさんが全力で入力する。そうして、なんとか1時間で資料を作成し、プレゼンにどうにか間に合うことができたのだった。飯森さんのおかげです。ひなこさんの資料が完璧だったからできたんです。プレゼン、頑張ってください。俺の言葉に、ひなこさんは笑顔でうなずいた。飯森さん。ああ、ひなこさん、プレゼンはどうでした？飯森さんのおかげで、なんとか成功しました。どうやら、ひなこさんがリーダーを務めるプロジェクトは成功したらしい。満面の笑顔で報告してくれるひなこさんに対し、その後ろで川平さんが悔しそうな顔をしていた。それはよかった。本当にありがとうございます。残る問題は、誰がプレゼン資料を取ったのかですね。その後、やはり資料は恣意的に隠されたことが判明した。しかし、その犯人まではわからない状態だった。資料室にはカメラがなく、入室記録などもない。そのため、誰が侵入したのかわからないのだ。そして、資料室内は、ひなこさんの資料を探すためか、床一面に他の資料が散らばっているという悲惨な状況だった。これじゃあ、犯人はわからないな。いや、犯人は資料室のお荷物だろ。みんなが頭を悩ませていた時だった。川平さんが俺を指さしながら言ってくる。資料室ののろまが俺たちのプロジェクトを失敗させようとして仕組んだに違いない。そしてそう主張したのだった。俺は突然自分に火の粉が降りかかったことに思わず目を丸くする。こいつがいたら次は取り返しのつかないことになるかもしれない。ああ、また俺の嫌いな面倒ごとに巻き込まれたな。そう思った俺はまたやめてしまおうかと悩み始める。お前が困ったらそばにいてやるよ。その時、空の言葉が脳裏をよぎった。今、空はそばにいない。だから、自分の人生、自分で踏みとどまるしかない。そう思った俺は、記憶を巡らせた。あ、そして、とあることに気づいた。散らばったたくさんの資料の中に、一枚だけ違和感のある資料があったのだ。あの時は気づかなかったけど、おかしなことがあるんです。当時はプレゼン資料を間に合わせることに集中していたため、気がつかなかった。しかし、確かにあったのだ。資料の紙の上に、くっきりとついていた靴の跡が。資料がなくなった時間を考えれば、プレゼンの前日、俺が帰宅した18時以降だと考えられます。そうね。前日は私もプレゼンに備えて、ギリギリまで資料室にいたわ。だから、その後なのは確実ね。確か、前日に雨が降っていましたよね。夕方には地面は乾いていましたが、唯一、喫煙所だけは水はけが悪くて、少しだけぬかるんでいました。そこから考えると、犯人はタバコを吸った後に、出入り口から比較的近い距離にある資料室に来たと考えられる。靴跡の残る紙はすでに廃棄されていた。でも、俺は覚えています。どんな形だったのか、俺の記憶には鮮明に残っている。しかも、靴跡は珍しいもので、すぐに誰のものか分かった。この靴って、川平さんの、だよね。みんなの視線が川平さんに集まる。川平さんは、靴を収集するのが好きで、今履いてるものも、
海外のブランドだと自慢していた。俺が正確に再現した靴跡はその靴のもの。それだけで俺が犯人って言うのかよ。それなら監視カメラの映像を確認しよう。途中にあったはずだ。喫煙所に続くぬかるんだ道には監視カメラがある。そのカメラの記録を確認したところ、該当時間にそこを通ったのは川平さん一人だった。これはどういうことですか？ここまで出た記録を確認すると、あなた以外犯人はありえません。そして俺は日奈子さんと共に川平さんを問いただす。はじめ彼はそれはと何か言い訳を探す。しかしごまかしが効かないと判断したのだろう。俺がやりました。やがて彼は白状した。顔面蒼白でうつむき、すべて諦めたように話す川平さん。どうしてこんなことを？俺よりも若い女が俺より上の立場にいるのが許せなかったんだよ。俺の方が優秀なはずなのに、なんで俺がプロジェクトリーダーじゃないんだよ。どうやら日奈子さんに対する嫉妬でこんなことをしたらしい。そんな彼に同情するものはなく、すべて解決したこともあり、川平さんは解雇されることになった。あなたには何から何までお世話になって、何かお礼がしたいわ。解決後そう言って俺に頭を下げる日奈子さん。俺は慌てて彼女に頭を上げるように言った。俺は自分に罪をかぶせようとした川平さんを成敗したかっただけなので、日奈子さんがお礼を言うことではないですよ。それでも、それに昔無償で助けてくれた友人がしてくれたように、俺も他人に対して優しくあろうと思っただけなんです。俺がそう言うと彼女は、じゃあ友人さんにも感謝しないと、そのおかげで私は助かったんだからと言って笑った。え、俺が川平さんのポストに？それからすぐのこと、川平さんが解雇になったことで営業部の人員の空きができた。その空いたポストに誰が入るかで議論になったらしい。そこで日奈子さんが、資料係の飯森がいいと思いますと会議の場で俺を押したそうだ。それに対し俺の働きを把握した上層部は許可したとのこと。急な人事異動に俺は驚いて固まる。大丈夫、私もサポートするからやってみて。そんな俺に日奈子さんはそう言い、いろいろと仕事を助けてくれた。サバン症候群である俺にとって、仕事の作業を覚えることは簡単なことではあった。しかし問題は、業務を進めるためには自分一人では仕事をこなすことができないという点であった。飯森さん、この件なんだけど。そこは、日奈子さんとならまだうまく話すことができる。日奈子さん自身も俺の性質を知っているからか、言葉足らずの俺の発言でもしっかりと意味を汲み取ってくれる。しかし他の社員とはそうはいかなかった。飯森さん悪い人ではないんだけど、なんかやりづらいよな。ああ、うん、そういう病気だとは分かってるんだけど、いつも気を使うから大変だよな。人とのコミュニケーションが極端に困難な関係で、周りに迷惑をかけていた。言葉足らずだったり、相手の冗談などを冗談として受け取ることができなかったり、そんな感じで支障をきたすことが多くなっていた。はあ、やっぱりダメだ。仕事でのミスが増え始め、俺は一気に落ち込みがちになっていた。せっかく日奈子さんから推薦してもらったにもかかわらず、うまく成績を残すことができていない。それだけでなく、俺は迷惑までかけてしまっている。結局俺は何もできない。期待に応えられない自分、そんな俺の不甲斐なさ、そして自分の能力に嫌気がさしていた。すみません、やっぱり俺には向いてないみたいです。やめさせてください。俺が
ひな子さんに辞職の意思を伝えたのは、推薦を受けて半年経った時だった。俺は改めて彼女に自分が背負っている病気のことを話した。記憶力だけはいいが、周囲に合わせたり、気持ちを伝えたりするのが苦手であること。子供の時から考えれば、幾分は改善したが、誰かの手助けがないと、集団での仕事は困難であること。そういったことを、俺は包み隠さず彼女に伝えた。そっか、話してくれてありがとうね。俺の話を最後まで黙って聞いてくれたひな子さん。私は正直、このまま支えてあげるつもりだったけど、あまり無責任なことは言えないね。そう言って落ち込んだ様子を見せるひな子さん。実際彼女は本当によくしてくれた。俺の才能をよく知る彼女は、俺が働きやすいように環境を整えてくれたのだ。それに同僚とも打ち解けるように間を取り持ってくれることに。彼は私を助けてくれたわ。だからみんなにも彼のことを信じてほしい。はじめにそう言ってくれたおかげで、以前のような冷たい態度を取られずに済んだのだと思う。彼女がいなければ俺はここにはいない。もっと私がうまく動けたらよかったのかもしれないのに。そう言って肩を落とすひな子さん。そんな彼女に俺は微笑んだ。適材適所ってやつですよ。俺には資料整理が向いています。俺がはにかみながらそう言うと、彼女も笑みを浮かべた。昔弟も適材適所ってよく言ってたな。実は俺も適材適所って言葉は友達の受け売りなんですよ。今はもう会っていませんけど、今頃何してるんだろう。にこりと笑う彼女に、俺も空のことを思い出しながら話す。高校を卒業してから一切会っていない空。久々に彼と話したくなってきた。弟と似てる人なのかも。名前はなんて言うの？空って名前です。俺の言葉にひな子さんは驚いたような顔をする。そして、空って泉空？俺の友人でありヒーローである彼の名前を口にした。予想外の言葉に俺は目を丸くする。そんな俺に彼女はどこか納得したように微笑んだ。そう、あなただったの。その言葉の意味が分かったのは数日後のことだった。飯森さん、空に会わせてあげる。そう言い、ひな子さんは俺を彼女の実家に連れてきた。どうやらひな子さんは空の姉らしい。結婚を機に彼女の名字が変わっていたので気づかなかった。何を話そうかな。俺は久々の再会に心のどこかでウキウキしながら足を踏み入れた。話したいことはたくさんある。そして彼の話も聞きたい。そんなことを考えながら足を踏み入れた俺。しかし彼女の実家に来て思いもよらないものを見て固まった。それほどまでに俺の視界に入ったものは衝撃的だったのだ。空、嘘だろ。それは仏壇に飾られた空の写真。その写真と対面し、俺は呆然としてしまう。実は空は珍しい病気で、大人になるまで生きられないって言われてたの。そして俺は衝撃の話をひな子さんから聞かされた。俺は思わず彼女を見つめた。でもそんなことあいつは一度も言っていませんでしたよ。俺の言葉にひな子さんは悲しそうに微笑んだ。あの子、昔からお気に入りの友達がいたみたいで、その子には絶対に心配をさせたくないからって、幼稚園とか学校では気丈に振る舞っていたみたい。あいつは俺がそばにいてやるんだって。その言葉に、いつもそばにいるから、という空の笑顔が脳裏をよぎる。ずっと大事にしてた友達がいたみたいだけど、
あなただったんだね。そう言いながら微笑まれ、俺は涙を流す。いつも俺のことを気にかけて守ろうとしてくれた友人。そんな彼にいつか立派な姿を見せたい。そう思っていたが、すでに彼はいなくなっていた。ソラ、俺だってお前のこと誰よりも大事な友人で尊敬するヒーローだと思っていたんだ。言いながら俺の目からは止まることなく涙がこぼれた。俺、ソラにたくさん助けられたのに。今まで俺はソラに助けてもらうことしかできていない。その恩返しもままならないうちに俺のヒーローは一人去っていた。その事実に俺は耐えきれなくなりそうだった。俺は何も知らずに何もできずにのうのうと生きてきたことが恥ずかしい。そう言い、俺はひなこさんに頭を下げた。すると彼女は再び微笑んだ。そんなことはないよ。ソラは人生をかけてあなたを守ると決めたわけだし、お礼は私が受け取ったよ。弟が助けたあなたが私を助けた。こういうのって巡り巡って最後に自分に回ってくるって信じてるの。巡り巡って自分に帰ってくるか。ひなこさんの言葉に俺は今度は感謝の気持ちを込めて彼女に頭を下げたのだった。その後も俺は資料室の担当員として勤務をしていた。いつでも営業部に戻ってきてもいいからね。ひなこさんからはそう打診を受けている。しかし人と関わること自体やはり好きになれなかった。そのため俺は自分から資料係を選んだのだ。翔也くん、お疲れ様。この資料が欲しいんだけど。あれからひなこさんとはずっと関係を持ち続けたが、恋仲などになることはなかった。お互い尊敬の眼差しで見ているのだ。それに俺としては姉を奪ってしまうと空から「俺の姉さんを取るな!」と天国から言われそうだったからだ。まあどのみち彼女は既婚者だから俺にチャンスなどない。結婚生活って大変だけど楽しいわよ。ひなこさんの言葉に少しだけ考える。正直俺は自分が結婚に向いているとは思っていない。誰かと一緒になりたいとも幸せにできるとも考えられないからだ。でも翔也くんならきっといい人が見つかると思うわ。だってあなたはとても素敵な人なんだもん。その言葉に少しだけ結婚に前向きになった。とはいえ急がずゆっくり探すつもりだ。翔也くんには空の分まで幸せをつかんでほしいもの。そう言って応援してるからと笑うひなこさん。彼女が背中を押してくれるならそっち方面も少しだけ頑張ろう。空もきっと応援してくれてるよな。すっかり遠くに行ってしまった空。そんな彼に誇れるような人になりたい。だから見守っててくれ。そうつぶやいた直後、どこからか、ああ、そばで見てるよ、と言われた気がした。翔也くん、九段のやつなんだけど。はい、もう準備できてますよ。これですよね。そうそう、本当に助かっているわ。これ、いつものお礼。美味しいからぜひ食べてね。人間はたくさんの人たちに助けられ生きている。親孝行やプレゼントをあげるのも一種の恩返しだろう。ひなこさんからもらったお菓子を食べながらふとそんなことを思う。俺だって彼女に世話になっているから何かお返ししないと。せっかくだし両親に相談しようかな。そのついでにこんな俺のことを愛して支えてくれた両親への恩返しも考えよう。恩返しは返す相手がいて初めて成立するもの。今いる人を大切にしなければ。俺はそう思い、早速動き出すことにした。それからしばらくして、俺も
素晴らしい人と出会った。俺の病気のことも受け入れてくれ。無理せず翔也らしく生きていけばいい。ゆっくり一緒に歩もう、と言ってくれるような人だ。あなたが幸せになるのが私たちへの最高の恩返しよ。ああ、そうだ。彼女と幸せな家庭を築け。まあ、孫の顔を見せてくれれば嬉しいがな。そう言って俺を祝福してくれた両親。ひな子さんも結婚式には呼んでね、と祝福してくれた。きっと空もあなたのそばで祝福してると思うわ。その言葉に俺もそんな気がして微笑む。彼ならきっと俺のそばで今も笑顔を向けてくれているだろう。そんな彼を安心させるため、俺自身が幸せになることで恩返しになると信じて、俺は幸せになるために前進するのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。